はい、どうも、こんにちは。今回の殺人探偵ジャック・ザ・リッパーを続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず教団に乗り込んで、まあ、殺人を犯し、まあ、実質のトップを倒し、めんどくさいな、実質トップ倒したんだけど、そのトップが死に際に火をつけちゃってさ、まあ、火事になってるわけよ。で、まあ、アーサーがザフカだけでも救おうと戻ったんだけど、ザフカも頭狂っちまって、今なんかすげえ話し込んでる。火の中すげえ話し込んでるわ、この二人が。行こう。それこそが、私に与えられた使命。うん。ザフカエルビナーのなすべきことです。バカ野郎。信徒を殺すことが、君の使命だと。そうだ。何をバカなことを。君は。麻薬中毒者の末路を知っているだろう。ああ。鎖で縛り付けられた人たちの死に様、教会から運び出される棺桶の中を見ているはずだ。なんてことだ。ええ、もちろん知っていますとも。おお。儀式を経て天に召された信徒の方々、彼らもまた幸福でしょう。癒しの奇跡を行う部屋には私の歌声が響き、うん、常在婦の煙を吸う信徒たちが唱えるのもまた神への賛辞、我らのノリトです。うん、サルーフ福音教団により救われる方々。うん、彼らは最後に救済の福音を唱え耳にするのです。はいはいはい。なんという素晴らしい死に際でしょう。アーサーどうするよ、俺も帰っていいかな。アーサー俺も帰っていいかな、もうこいつ良くないか、もう放っといて。ザフカは超えたからかに宣言した。サルフ福音教団に関わり死ぬことこそ信徒たちにも信徒たちにもたらされる救いだと。素晴らしい死に際だと。うん、ふざけるな。うん、死が救いだなんて間違ってる。そうだ。おいおいアーサーよ、うん、お前さん、あいつを説得するつもりか。うん、俺様は無駄だと思うぜ。俺も無駄だと思うぜ。早く帰ろうぜ、火に飲まれちまうぜ。ザフカの野郎はもう振り切ってやがる。うん、ああいう輩には誰の言葉も届かないぜ。届かないぜ。ザフカは微笑みを崩さないどころか、返り血に濡れたアーサーの服を見てさらに口角を吊り上げる。おや、その返り血、あなたも人を殺しているのでは。まあまあ仕方なかったんすわ。違う。うん、僕はお前たちとは違う。これ以上苦しむ人たちを増やさないために悪を殺すと。飲み込まれるなよ、アーサー。ああ、やはり同じではないですか。死がもたらすのは救いです。ザフカは恍惚の表情で手を合わせ祈りを捧げる。炎に照らされてもなおその微笑みは深く美しかった。ザフカ、君はもう帰ろうぜ、アーサー。おい、いつまでくっちゃべってんだ。そうだ、ここも火が回るぞ。そうだよ、長話がしてんなら外でやれ。もうジャック分かってるわ、お前本当にこんなポンコツアーサーと違って。ザフカには全くと言っていいほど話が通じていなかった。死ぬ状況からも説得よりも退避を優先すべきなのは明らかだった。ザフカ、礼拝堂から出るんだ。うん、今脱出すれば助かる。お断りします。私にはまだやらなければならないことがありますから。私も死んで救いを求めると。ザフカは当たり目立ち微笑む。その視界に映るのは焼け死んだ信徒たちの遺体。おそらくはアドラメリク様も教団員の方々も、うん、あなたによって命を絶たれた。うん、常在婦も全て燃えたことでしょう。はいはいはい、もはやサルーフ福音教団に再起の目はないでしょうね。うん、ここで逃げ延びたとしても待つのは侮辱の無知と鎖です。まあ確かにそれも一理あるわ。正直悪事に手を染めてたら生き残りだもんな。救うべき信徒たちも皆、うん、炎の中に旅立たれました。彼らは苦しい思いをされているかもしれません。うん、私も行って彼らを導いて差し上げないと。まあ死ぬということか、お前も。はあ、ザフカ様、思ったよりいいカットじゃんこれ。この前後のストーリー知らなかったらめちゃくちゃなんかこう、おいザフカ、お前何してんだよ。私は地球を救うためにここで皆さんとお別れしなければなりません。おい
ザオフカ行くなよみたいな絵してるじゃん。もうあの火星なんかねえ戦地に向かうザフカみたいなカットやん。これ前後のストーリー知らなかったら感動もんだぜこれ。ザフカはアーサーとは真逆、燃え盛る炎へ向けて足を一歩踏み出した。待てザフカ、君はこの目がいいよな。目がって顔の雰囲気がなんかこう悲しみを帯びてるよな。なんか全然前のストーリーとは全然関係ないのにその悲しみは。私は未熟でした、うん、もっと早く人々を救うための真理に至っていれば、ザフカ信徒の皆さんの苦しみを長引かせることはなかった。ああそのことが残念でなりません。ああ食材と呼ぶのもおこがましいですが、導く側の罪としてせめて罰を受け入れましょう。なんか散々頭おかしい前半戦だったのに後半戦なんかすごい反省してるっていうか、なんかまともな方に修正していってんじゃん。サルーフ福音教団の見つかい、うん、ザフカエルビナー、これを最後のお務めとさせていただきます。ザフカザフカ、おいザフカザフカ。ザフカは満面の笑みを浮かべたまま燃え盛る炎の腕の中に身を委ねた。バカ野郎、お前まで死ぬ気か。当たり前だろお前、当たり前だろとおかしいけどお前まで死ぬ気か、おいやめろアーサーに対して当たり前だよ。だからな。だけどザフカが。バカ野郎お前。炎に飛び込んでいったザフカを助け出すためアーサーは駆け寄ろうとしたが、ジャックの意志で強引に止められてしまった。あいつはもう無理だ、うん、それにこっちだっていい加減限界なんだよ、うん、さっさとつらかるんだ。てか俺はさ人殺しちゃってるからさ、あれなんだってさっさと逃げた方がいいってこんだけ教会燃え上がったらさ来るじゃん、あれが野じ馬じゃないけど来ちゃうじゃん。うた声、何炎の中から不意に歌声が響いた。これはザフカの。いいってもう帰ろうぜお前く、いつまで未練あるの。未練お前は。美しく澄んだ天使の歌声、人を救いたいという心から祈りを込めた者の歌が燃え盛る炎の中から響いていた。その歌声は大きく高まり、やがて消えた。あ、雨だその後近隣住民の協力により消火作業が始まったことと、折りよく降り出した雨。はちょっと雨あれちょうだいよ、あれ非表示非表示できないんだけど、雨のサムネにしようかなと思ったのに。そして通報により駆けつけた消防隊の活躍によって礼拝堂の炎は徐々に勢いを弱め、ほどなく完全に鎮火された。まあでも火つけてくれたことであれだよね、なんかね一気になんか焼身自殺じゃないけどさ、なんかそういう感じになったよね。炎に飲まれたみたいな感じで扱われるんじゃないの。降ってんな、降ってんな。一回家に帰ろうぜ何お前まだ路地にいんの。アーサーはサルフ福音教団の教会から離れ、人通りのない路地裏を肩を落として歩いていた。降りしきる雨にも打たれるがままだ。彼は鎮痛な面持ちで礼拝堂での光景を思い出していた。教会奥では血の海に惨殺死体が転がり、焼け焦げた荘厳な礼拝堂には炎に焼かれ倒れ伏す信徒たち。どちらも地獄のような様相を呈していた。様相でいいのかな。この殺人鬼め、地獄に落ちるがいい。めっちゃ後悔してんじゃん朝。おや、その帰り地。めっちゃ後悔してんじゃん。あなたも人を殺しているのでは。まあまあ分からんくもないよ、分からんくもない。普通の人間だったら後悔するよ。間接的と後悔っていうか、もうそれ以上だよな。原因は僕、うん、あの人たちを殺したのは僕なんだ。ジャック先生にそういう時教えてもらえよ。もうお前はやってしまったんだからさ、もうそこの切り替えもジャック先生にさ教えてもらいなさい。いつまでメソメソしてんだ相棒、うん、もっとシャキッとしろ。お前さんは世にのさばる悪党を処分できたんだぜ。まあまあ悪党は処分したもんな。ザフカは方法はどうあれ人を救おうと
本気で思っていたはずだ。まあまあ人殺したとは言ってもね、ほぼウルトラマンだからね、やってることほぼウルトラマンだから怪獣を倒したのと一緒だから、ウルトラマンほぼウルトラマンだよ。病人を殺して楽にしてやるた、うん、俺様は反対だね、うん、他人に自分の運命を決められるなんざ、まっぴらごめんだ。精一杯好き勝手に生きるべきだぜ。ジャック先生、やり方は間違っていたけど、うん、何も死んだ方がいいってほどではなかった。罪を償って今度こそ本当の善をなすべきだったのに。甘えんな。おい、いいか、アーサー・ヒューイット、うん、どんな理由であれ、どんな考えであれ、人殺しは人殺しだ。一度でも人を殺したやつは地獄に落ちる、うん、ザフカもそうだ、うん、やつは救いだと信じて麻薬を広め、結果として人を殺した。使命だなんだどう取り繕おうが、人殺しはクズだ、うん、挙句にはもっと早く殺してやった方が信者のためだ。そんなことを平気で言うやつが善だと、ふざけんじゃねえよ。ジャックさん、もう悪いことをやっていたやつがいいことをして、それで罪がチャラになるってのは道理じゃねえ。確かにクズにはクズなりの死に方ってもんがあるぜ。確かにそれ言われたら確かにそうだよな。悪いことをやっていたやつが良いことをして、それで罪がチャラになるって確かに思っちゃうよな。そういう風にザフカの野郎は死ぬべくして死んだ。うん、奴らが麻薬を広めなければ、信者を騙さなければ、そもそもこんなことにはならなかった。ジャック先生、じゃあ自己責任だと。そうだ、自業自得、うん、なしたことの責任はあいつの命で支払ったのさ。最後はまあ潔い死に様だったな。ちょっと一個言うけど、これ俺ゲームだからこんな認めてるだけで、リアルは別だよ。まだいいか相棒、うん、自分が起こした行動の責任は自分が取るんだ。自分にしか取れねえ。もうこれはリアルだったらそれ殺人とかもう怯えるよ。はあ、とんでもないってなるよ。そんな怖いわそんなの。殺人鬼ジャック・ザ・リッパー。ゲームだからね、とりあえずね。俺にはその覚悟があった。だから散々殺したし、捕まった時に報いは受けた、うん、アーサー・ヒューイットなあ相棒。相棒、逃げんじゃねえぞ。ああ、成したことの責任を負う覚悟を持ち続ける。まあもうやってしまったことだからね、別に。まあ殺人でなるとちょっと重いけどさ、別に俺らもね、やってしまったこと失敗はもう仕方ないんだからさ、もうそれをまたね受け止めて前に進まないといけないから。僕は悪党を殺す、それで人を助けられると思ったから、うん、だけど僕の起こした行動で無関係の人たちが大勢死んでしまった。お前が起こしたっていうよりもアドラメリックが火つけただけだからな。いや、ジャックに体を預けたのは僕だ、うん、これは僕の自業自得、うん、耐えるしかない。まあまあそうだよ。サルフ福音教団の首謀者を殺すと決めたとき、一度はアーサーは決意を固めた。しかし救おうとした信者たちの死に様、そしてザフカの最後を目の当たりにしたことで、その気持ちは揺らいでいた。僕は正しいことをしたんだろうか。正しくはないかもね。正しくはないかもしんない。ミシェル先生、正しくないとも言えない。お前らの幸せなストーリー聞かせてくれよ。もう来ないでって言った。あそこ前回あれか、あなたなんか大嫌いよみたいな、先生みたいな、そういうありきたりな感じで終わったんだってね。そういえば大丈夫、うん、もう次は来ないよ。そうならいいわ先生。あなたがプレゼントしてくれたお茶を入れておもてなししたいんだけど、ごめんなさい先生。でももう病が。ミシェルは粗末のベッドに横たわったまま弱々しく微笑んだ。先生、横たわってんじゃん。その背を押して上半身を起こし、ローリーはその傍らに寄り添う。いいよミシェル先生、今日はね先生に話があって来たんだ。先生も最後を迎えるのかなこれ。私に話？もう弱ってるもんね。ミシェルは儚げに目を細め首を掲げる。先生が通っていた教団で売っていた常在符、あれには医療用麻薬が含まれていたんだ。やっぱり奇跡なんて嘘だったんだよ。
ミシェルはぼんやりとローリを見つめた。静かな部屋の中、雨音が響き渡る。知ってたわ。先生。え？あれが、違法な医療用麻薬で、教団がお金を取って麻薬を広めてたことは分かってた。でも、それでもね、先生。病の痛みに、苦しみに、先生。そして、死の恐怖に、耐えられなくて、私、救いだって、奇跡だって口では言いながら、薬物を使っていたの。分かってたわ。先生。みんな、心のどこかでは分かってたんじゃないかしら。まあまあ、そうだよな。でも、無理よ。あの癒しは、幻でも何でもない。咳がなくなって体が楽になるの。先生。湧き上がった涙をこらえるようにミシェルはやつれた両手で目を覆った。その唇は小さく震えている。ねえミシェル先生、子供の頃先生にいろいろ教わってすごく楽しかった。ちょっとやめてよ、なんかこの教師と生徒のほっこりストーリー見せんの最後に。口を開いたローリーは昔のことを思い出したのか、懐かしそうに優しくほほ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 
ピアノにバイオリン、それにマザーグース。思い出が語られるね。懐かしい話題に昔を思い出したんだろうか。ミシェルは目を覆っていた手を外すと、かすかな笑みを浮かべてローリの手を外にいる。ここの一枚ちょうだいよ、なんか。ちょっとなんかね、こう、ちょっと、まあ雨降ってるから日は差さないけどさ、なんかここね、見たいよな、一枚。そうそう。うん、あなたはいたずらっ子で、時々、勉強の時間を抜け出して、キッチンでつまみ食いをしていたわね。俺ね、もうね、まあまあ、さすがにこれぐらいじゃ泣かないけどさ、こう思い出話弱いんだよな、俺。思い出話に弱いからやめてほしいわ。ひどいや。うん、僕を見つけた時は先生だって一緒につまみ食いをしてたくせに。もう音楽流れたりもう泣くかもしんないわ。そうね、うん、あなたとつまみ食いをするクッキーは絶品だったわ。先生、ひとときローリーと共に笑い合うと、どこか遠くを見るような瞳でミシェルは幸せそうに微笑んだ。ミシェル先生、母親のいない僕にとってあなたは母であり姉であり本当に大切な家族で大好きだったんだ、うん、私にとってもあなたは大切な生徒だった。妹だった。かけがえのないかわいいローリー。先生、もう弱々じゃん。ミシェル先生。ローリーはミシェルの手を、両手を優しく握り返すと、真剣な顔で彼女を見つめた。あの教団はゴッドスピードユニオンファミリーの島で、勝手に麻薬を扱った敵対組織だ。急にやめてよ、ちょっと。そこで麻薬を購入していたということは。急にローリー、もういいじゃん。弱ってるから多分もう、終わりそうだったじゃん。もうこれで終わって、先生って終わろうと思ったのに、急に事実突きつけるやん。そうね。何、どうしたの。あなたにマフィアの心構えを教えたのも他ならぬ私ですもの、ね、もうほっこりストーリーで終わればよかったじゃん。ほらほら、もう終わればよかったじゃん、ほっこりで。先生、大丈夫？痛い？苦しい？まあそりゃそうよ。背中を丸めて苦しげに咳込み出したミシルの背中をローリーが慌ててさせる。ありがとう、ローリー。でもごめんなさい先生。すごく痛くて苦しいの。だから最後に、先生、最後の一服だけ許してくれる？そこの引き出しに入っているの、お願い先生。うん。サヨテーブルの引き出しの中に入っていたのは錠剤封。ミシェルがなけなしの金を払って手に入れていた最後の一枚。
こういう終わり方か。ローリーはマッチをすると常在フェ火をつけ、立ち上る白い煙をミシェルへと向ける。その煙を胸いっぱいに吸い込むミシェル。苦しげだった呼吸が徐々に穏やかになり、やがて夢を見ているような恍惚とした表情へと変わる。後始末までさせてごめんなさいね。本当はこんな姿あなたに見せたくなかった。先生、いいんだ先生、これも僕の仕事のうちだから。今とてもいい気分よ。痛みもない、苦しくもない。先生ローリー、あなたは本当に綺麗になった。ロンドンに戻ってきて最後に会えてとても嬉しいわ。先生、子供たちを教えて美味しいお菓子を食べるあの穏やかな日々がいつまでも続くといいなと思って。ほんとやばいって酷だよなね。ねえ、なんでよりによってあいつが病にかかるんだみたいなあるもんね。結局、まあ、芸能人なり、まあ、アスリートなりさ、なんでよりによってそっちってなっちゃうもんな、まあ、やっぱそう、なんか病に苦しめ、病って本当は悪だわ。あなたは昔によくナーサリーライムをせがんだわね、うん、夜に寝かしつけるときに何度も歌ったわ。マザーグースがお気に入り。あそこ先生歌ってくれるんですか。そう、好きだったのはコマドリのお葬式。女の子らしくはないけど、それもあなたの個性よね。先生、個性を認めてくれるなんて。はあ、先生。一応じゃあちょっと一応撮らせていただきましょうか、ここで。オッケー。マイクの陶酔が見せる幸福な時代の夢の中、時代の夢の中、ミシェルはかすれた声で歌い始める。誰が殺した小マドリのオスを、それは私よ。スズメがそう言った、私の弓で、私の矢羽で、私が殺したコマドリのオスを。先生、ね、結構いいわ、結構いい感じだわ。誰が掘るか、お墓の花を、それは私よ。袋がそう言った。私のシャベルで、小さなシャベルで、私が掘ろうよ。お墓の花を。先生、ミシェルが歌うのはマザーグース。ローリーが幼少の頃に好きだった歌、コマドリのお葬式。誰が待つか、喪主に立つか、それは私よ。ハートがそう言った。あれか、鳥が主人公で、なんかあるある、そういうのあるわ、絵本とか歌あるわ。愛する人を傷んでいる私がたとよ、喪主にたとよ。コマドリの死から そういうのかな、そまでを語らないようで、ローリーはコマドリの死を悲しむとともに嘆きつつも、コマドリを
しようという動物たちの団結や思考進行を 褒めたたえた。ごめんなさい、漢字が読めない。やばい、震えてきてるじゃん、声。それは私よ。深山ガラスがそう言っ あれた。なの、急に先生の声と違ってすごいはっきり言ってるから めっちゃ耳に来た今。私の聖書で、小さな聖書で、私がなろうぞ。司祭になろうあ、でもぞ。テンポちょっと違うけど、どっちが正しいんだろうね。ローリーの方なのかな、テンポ。ちょっと早いよな、先生に比べて。ただ、あれだな、イヤホンで聞いてるからすげえ来るわ。はっ。賛美歌を歌うあれ、か。ちょっと、歌い合ってんじゃん。それは私よ。つぐみがそう言った。やごぶめの木々の上に止まって、私が歌おう。賛美歌を歌おう。誰が鳴らすか。鐘を鳴らすか。それは私よ。嘘がそう言った。私は弾ける力があるよ。私私がが鳴らなそうそ ごめんなさう。鐘を鳴らい そう、歌いたくなるじゃん。う。歌いたくなってくるじゃん。だんだんこんだけ聞かされるとやっぱさ、歌いたくなるもん。だからちょっと時間が、いつまで歌ってんの 普通にフルコーラス歌おうとしてるじゃん。すべての小鳥がため息息つついたり、たり、すすすりり泣いたた。り、ああ、無理だ。みんなが聞いた、鳴り出す鐘そこで上がるんだ。かわいそうなコマ撮りのお葬式の鐘を。この歌を歌い終わったよ、ミシェルは、聖母のように優しくローリーに微笑みかけた。さあ、おやすみなさい、ローリー。先あ、生。そういう感じ？ローリーは涙を拭うと静かに睨み覚める。そういう感じ？もうよくない？もう、多分これ、ミシェル先生普通にもう そんな、急にこんな合成した銃出てくる？右に。びっくりしたわ。完全にこの銃がないカットで終わるのかなと思ったら、まさかの合成の銃が来たな。おやすみ、ミシェル先生。まあ、けじめをつけるってことだからな。さよなら。いやー、そんなことある？普通にもう弱体で終わりそうな気がしたけどね。撃つか。まあ、けじめだもんな。かくして、コマ撮りの総指揮のため、金のことが打ち鳴らされた。うまく言うな。うまいこと言うな、お前、おい。ちょっと待って、これってさ、ちょっと時間が まあ、せっかく歌パートも終わったんで、じゃあここら辺ちょっとごめん、切るわ。俺も本当はね、第2章終わるとこまでやりたかったけど、普通にまたこっから10分くらい行きそうだから、もうちょっとここら辺で終わるわ。じゃあ、あざした。